性格や相性もバッチリな二人のどこにでもあるような。はい、どうもおはようございます、こんにちは、こんばんは。プレートークの時間でございます。はい、それ、はい、どうも、はい、はい、お久しぶりです。お久しぶりです ね、まさかの三日坊主かと思いきや、はい、実はね、この、まあ、時期が時期なんでね、はい、この濃厚接触の疑いもあるのかないのかわからないですけど、こういうご時世なんでちょっとねちょっとビビってました。そうそう、集まってねこうなんかするっていうのをちょっとだけ控える時期を作って、はいはい、もう別に何事もなく過ぎたので、はい、そろそろまたやろうかって言ってただけでね、はい、決して三日坊主ではなく、はい、そのライブのたびにね、なんかパソコンとかわざわざあの中村氏に持ってきていただいて、はい、ライブハウスの楽屋とかで撮ろうかっつってね、はい、やってたんですけど、はい、楽屋がうるさかったり、はい、パソコンが動かなかったり、持っていった日に限って予期せぬエラーが起きたりとか、そうそうそう、はい、っていうのがあってね、ちょっと、はい、あの撮れなかった時期があったんですけど、はい、まあここからまたねいろいろいっぱい撮っていこうかなということで、はい、はい、なんで三日坊主ではございません、はい、やる気はあります。やる気はすごいあります。プレトークでございます。プレトーク、おはようございます。おはようございます。はい、はい、ということで、まあ、今日は何ですか。はい、今日はですね、はい、ついに、2曲目をリリースということで、はい、おめでとうございます。はい、おめでとうございます。それは良かったでございます。一言みたいなのですけど、無事に、リリースをする予定です。はい、詳しくはね、いつものことなんですけど、はい、いつものことで申し訳ない。そうなんですよね、ついついね先走っちゃう癖があるので、はい、そうなんで、だから今日はそのちょっとした告知、はい、告知映像、告知ラジオ、ラジオ映像は入らない。そうやね、映像は入らへんもんな。はい、そうなんでね、ちょっと告知の回にさせていただきたいかなと思うんですけど、うん、決定事項っていうのが限りなく少ないです。はい、ただ間違いないでしょうっていうことがいっぱいあるので、はい、まあ、これをチェックしていただいて、でも言ってもキンキンで近いうちにすぐその決定事項とかね、細かい部分が発表されると思うので、はい、うん、まあ、それはそれでまたね、それが出ればそれが出ればでまたいろいろ告知とかもさせていただくんですけど、はい、今日はそこに行くまでの、はい、多分こうなるでしょうっていう僕たちの予想を話していこうかと。そうですね。おもろいかこれで。まあまあまあ予想をしゃべるっていう、まあまあまあ、想定ね、はい、こうなるであろう、はいはいはい、っていう回にしようかと思っております。はい、なんでね、最後まで聞いていただいて、チャンネル登録、高評価、なんやコメントなど、いろいろね、なんやコメントなど、そうそう、はい、コメントもね、もう全然もう予想外れてるやないかみたいなコメントもね、はいはいはい、どん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 送っていただければいいかなと思ってるので、はい、皆さんよろしくお願いします。はい、はい、お願いします。はい、ということで、はい、冒頭言いました、はい、今回も配信リリースですよね。ですね、はい、今流行りのやつですね。今流行りで配信でリリースさせていただきます。はい、曲名は、はい、Stand by me。 はい、こんにちは。はい、こんにちは。はい、ずっと寄り添っていようよっていう。はい、まあそうですね。違うな。いや、まあなんとなくなんかふわっとしてるけどね。はい、そばにおってぐらいの感じですか。はい、関西弁で言うと、とかなんで関西、いかんといて、いかんといていうことやな。あんたいかんといて、あんたいかんといてやな、これ。あんたいかんといていう曲なんですけど、はい、直訳すればね、スタンドバイミーいるよみたいな感じで、ね。あ、そうね、いますよっていう、まあ、そばにいるよと。そう、スタンドバイミーっていうのはその、まあ、どっちかというとスタンドバイ、そばにいてじゃないですか、うん、でもなんか意味合いとしてこう使おうとするときって、うん、割とそばにいるよみたいなイメージで使いますよね。なんかだから、まあ、いいように使えるよね。いいように理解してとかしてないですけど、スタンドバイミーっていうその、うん、ワード自体がなんかそういうちょっとこういいかっこいい感じの、うん、そう、なんか映画もあるからね、なんかそうスタイリッシュなイメージや、なんか青春っぽい感じのね。わかるわかるわかる。なんでそのあんたいかんといてみたいな、この関西のコテコテの感じではない。そうですね、多分、うん、でもなんか俺だから最初この曲、そもそもスタンドバイミーなのか、うんうん、スタンドバイミースタンドバイユーなのかどっちなのか、はいはいはい、ずっと迷ってて、でもなんか2個あんの長いなと思ってやめたんですよね。はい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 、まあスタンドバイミーでいいんじゃないですかね。いいですかね、うん、あのあれなんですよ、あの人、あのウクレレの人いっぱいおるわ、あの ABEX の人、高木ブーちゃう、なんでやねんウクレレの人、あの最近 ABEX からちょっとレゲエチックな歌を歌ってる人、名前何やったっけ分からへんけど、うん、はい、
名前が出てこない、うん、この人がやったはずがスタンドバイミースタンドバイユーってやったはずなんですよね。ああ、はいはい、まあまあそうやね、正しい形こっちか、まあ、そスタンドバイユーの人らもいるしね。あ、そうやね、たまにいるよね。そうスタンドバイユーの人もいるし、だからまあ意味合い的には、うん、まあ同じような、まあまあまあ、まあ、同じようなっていうか私かあなたかっていうところなんで、うん、表裏一体みたいな感じですよね。ちょっとだからこの曲の歌詞の中には両方出てくるんで、まあそうだ、うん、だからどっちでもいいのか両方なのかっていうところなんですけど、いろいろね、あのタイトル長いといろいろ大変なんで。いやそうなんですよ、めんどくさいですよね、うん、コールするのもめんどくさいですよねなんかライブの時にね、そうそう、なんかちょっとダサいなと思っちゃうし。いやもうここはもう王道でね、がっつり行ってあえばいいかなとは思ってるんですけど、うん、まあそんなスタンドバイミー配信リリースっていうのが3月の半ばぐらいに出るでしょう、はいはい、予想です、予想、はい、っていうのは、うん、今その配信のなんていうんですかね、あの各資料とかね、はい、その辺を今やってもらってます、裏で事務所と、はいはいはい、そのレーベルさんに、はい、やってもらってて、それを提出してから、うん、まあ、大体この発売日が決まるってことなんで、そうですね、はい、でそれを確認しようとしてるんですが、はい、あの連絡出てくれません、いつものこのバタバタ知らすと連絡が止まっちゃうので、そうですね、はいはい、あるある、なんでそのこの日っていう確定はできないんですけど、うん、まあ、3月の半ばぐらいですね、はい、あの半ばから後半にかけて、うん、っていうのも、まあ、一応ねこの卒業シーズンであったり、ここから新しいところにこう旅立とうっていう、はい、このね出会いと別れのこの春の季節になんとかみんなに聞いてもらいたいなっていう思いがあるので、はい、それを伝えてるので、うん、その時期には出してくれるかなと。そうね、そのその時期に出させてもらえる、出させてもらえるとありがたいみたいなだってクリスマスソング作りましたっつって1月2月に発売せえへん、そうなんですよね、そうでもちょっと遅れたらそれってポンってこう遅れちゃうことがあるからさ、いやそうそう、分かる、そうね、非常にだから大丈夫かなと思ってるんですけど、はい、まあ、連絡もあると信じて、はい、はい、一応まあ大丈夫だと思うんですけど、ね、3月の半ばぐらいにね、はい、できたらいいかなっていう感じですね、はい、3月、はい、うん、3月15、わあそやな、それぐらいには、そうそのぐらいですかね、はい、ね、多分だからその時期にいろいろこうみんなが聞いてちょっとでもねこう背中越せるちょっとまあ応援歌というか、まあ結構自分たちに対しての応援歌でもあったりする曲なの で、まあ で、 はい、でそれをまあ自分たちにこう置き換えてもらってこう背中を押せるような曲になってるのでね、うん、うん、その辺はこうそういうタイミングの人にぜひ聞いてもらいたいなっていうのはあるんですが、うんうん、多分大丈夫でしょう、多分ね、まあまあまあ最悪、うん、まあ、4月とか入ったとて行く、4月まで行く、いや分かんないですよ、だでもあの、まあ、言ったら割と出会いと別れというこのちょっとだけ、うん、ちょっとだけ幅の広いところを網羅してる曲なので、うん、まあ最悪出会いの方でも受け取っていただいても結構かなと。そうそう、俺らそのさあ、うん、まあもともとデビューもしてたし、はい、こういう結構大人の世界で長いからさ、はい、こううまいことすり合わせられるようになってきたやん、まあそうですね、うん、出会いと別れって別にいつでもあるしねみたいな、そう基本的にはそう言い訳は何とでもできるあとでこじつけがすごいみたいな、そうですね、こじつけのは上手になりましたよね、なんとなくこう、はい、うん、そこに置き換えるのは、まあ、ただなんとかね、さすがに長すぎるのもあれなんで、まあ、3月の半ばぐらいには出せたらなっていうのが、そうそう、最適解としては3月の終わりぐらいが最適、そうですね、半ばぐらいから終わりにかけてね、はい、やるのが一番で、はい、そうなんで、まあ、今回はそれに伴い、うん、まあ、リリックビデオということで、うん、今まで作ったことはなかったんですが、うん、リリックビデオって一体何なんですかね、言ってしまえば歌詞をフューチャーしたってことなんですか、まあ、歌詞が出るだけ、あリリック歌詞なんで、はい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 、歌詞のビデオ、そうやね、うん、言ってしまえば本来はだから、うん、それだけのこと、それだけのこと、ほんまに歌詞が出てくるビデオっていう、それにプラスアルファちょっと絵がついてますけど、そうそう、差し絵がついてるみたいな感じです。なんか、まあ、今のこの時代で、まあ、配信であったりこの SNS とかがすごいね、 YouTube もせえし流行ってる中で、うん、はい、音源だけでっていうのがこのなかなか、まあトレンディーじゃないっていうから、うん、そう、なんかそこにやっぱこう映像も足してリリースするっていうのが、うん、まあ、今のこの流れというかね、はいはいはい、だから同時発売であったり、まあ、ちょっと最初に YouTube でこう、うん、ミュージックビデオ流したりみたいなのが多いんですけど、うんうん、
まあ、ちょっとねミュージックビデオもいろいろ考えてたんですが、まあ、それもこのちょっとコロナの関係であったり、うん、はいろ、はいろそういうなんとかねお金もかかるし時間もかかるしっていうので、はい、まあ、それを待ってるとちょっとリリースがさっき言ったみたいに、うんうん、4月が5月になり6月になりみたいな、うん、なってきちゃうので、うん、まあ、今回はちょっとやったことないんですけど、まあ、リリックビデオみたいにしてみたらっていう風な提案がありまして、はいはい、うん、まあリリックビデオかっていうので、まあ、ちょっと友達とか、うん、ね、いろんな人らにこう協力をしていただいてなんとか作ってみました、うんうん、まあいい感じになってると思うのでね、はいはいはい、それもちょっとリリース料早めに出せるのかな、出してもいいのかなと思ってるんですけど僕は、うん、大丈夫、出る分には大丈夫じゃないですか、別にね、多分な、3月ぐらい、3月の頭ぐらいから先にそれでこう、はい、こんな感じのイメージでっていうのは出してもいいのかなと思ってるんですが、うん、まあ、その辺もどうなるかまだ、うん、まあ、その辺もだから本ちゃんの一応リリース日が決まりましたってなってから多分動くんやろね、うん、その道そうやね、うん、フライングするならフライングする、一緒に出るなら一緒に出るみたいな感じ、そうだからフルじゃなくてちょっと切ってもらってね、その日程入れたトレーラーみたいな形で、はいはいはい、告知トレーラーみたいな形で、うん、まあ、ワンコラスぐらいは YouTube とかでこう上げたりできるかなとは思ってるんですが、うんうんうん、多分、はい、うん、それもまだ確定ではないので、はい、なんで3月の半ばぐらいから、はい、3月、まあ、3月ですね、頭からケツにかけて、うん、いろいろ動きがあるのではないでしょうか、うん、そうですね、大体そんな感じですかね、うん、そうね、なんかスタンドバイミーでこの曲のこととかね、はい、その細かい構成であったり、はい、この作り手さんのこのこだわり的な部分っていうのもまたそれは別でスタンドバイビーバイビー会をスタンドバイミーのあれを会を作ろうと思うので、はいはい、そこであのね作り手さんの中村さんは死ぬほど喋っていただいたらなと、はい、こだわりであったり、こだわり、はい、それはもう一人で撮っていただいて好きなだけ手伝えよ好きなだけ誰か好きなだけ喋って誰か送っていただければ、はい、いいかなと思ってるんですけど、はい、まあ、だからちょっと今日はその告知ですね、うん、3月の半ばぐらいから配信リリース決定するでしょうっていう、まあそれに伴いリリックビデオもやってみたからみんな見てねっていうところですかね。なんか他にあるかな、あとはあれです、次のことですかね。あ、もう一個告知、はいはい、もう一個告知しちゃいましょうか、はい、次は、はい、これはもう日程を確定しますね、はい、3月の19日、はい、これもまだ出てないんで、はい、出していいとは言われてないんですけど、うん、もう勝手に出しちゃおうと思って、まあ、いいんじゃないですか、ね、怒られる人いないんです、はい、3月19日、はい、京都の城陽市っていうところにある、はい、そのロゴスランドで、はい、どうやったらいいの、まあ、ちょっとしたプチイベントみたいなのを、はいはい、させていただこうと思っております。はい、はい、それは日程も3月19日の土曜日って決まってるんですが、はい、これもねいろいろずっと城陽市の方と話は進めてるんですが、うん、もうこのコロナのマンボウの影響で、うん、告知がいつできるかわからないっていう、まあそうですね、そうそう、もともと、2月の20日までやったんかな、うん、マンボウが、うん、だから20日に告知しましょうかって解禁しましょうって言ってたんやけど、うん、結局それもその延長になって、うん、出していいものかどうかっていうのを今多分ねその事務所と女優誌で打ち合わせしてくれてます。その中勝手に言ってます。はい、はい、いいと思います最悪う、うん、言われたらこれ別に YouTube 消しちゃいいだけなんで、さあさあ、まあでも言われることはないないと思います、うんうん、はい、言われたとこで、はい、大丈夫です、てめえらが遅いからだよって言うんで、はい、そこは、はい、さすがっす、うん、心の中ではね口では言わないですよ。口ではね、どうもーって言ってるんですけど、させって大人やわですよねって言ってるけど、ですよね、はい、そうそう、はい、やし、うん、それもね、日にちは決定するし、はい、多分、まあコロナもその緊急事態宣言とかにはならへん限り、
あのマンボウの状態では全然やりましょうっていうふうには言ってくれてるんで、うん、はい、ね、もうそれはもう C のこと、 C が絡んでることなので、うん、ちょっと僕たちでジャッジはできないんですけど、はい、まあ、C が OK なら全然、ね、ロゴスランドさんさえ OK なら、うん、僕たちはいつでもできるって感じなので、うん、多分それも間違いなく結構できると思います、うんうん、3月19、そうですね、確かに確かに、そう、でもそれもね、もうなんかもうちょっとだけ喋ってもいいかな、全然大丈夫です。まあ、元を正せば、はい、なんでこういうことになったかというと、はい、まあ、ダフ前組んでたバンドね、僕たちが、はい、ダフの頃からこう地元盛り上げていこうっつっていろいろ地元でこのストリートライブをしたりっていうことをやってたんですけど、はい、まあね、もうそのダフがちょっと終わっちゃったので、うん、まあ、引き続き、うん、アンプレイアブルでもこの僕たちの地元、うん、宇治城陽組合までを盛り上げていこうかっていう、うん、盛り上げていきたいなっていうところからこう、うん、まあ、話が始まってて、はいはいはい、まあ、始まっててというか繋がっててのかな、まあ、続いてて、そうなんで、まあ、今回その城陽師さんといろいろ話した中で、もともとその鴻巣運動公園という場所なんですけど、城陽師にある、うんうん、あのダフの時で言えばトゥインクル城陽とか、そうですね、城陽ルミナリエ的な感じでその、はい、クリスマスに何やったっけ、あれなんて言ったっけ、イルミネーション、イルミネーション、そうそう、はい、やってる場所が、はい、今ロゴスランドになってて、うん、まあそこでまたちょっとライブをやらせてもらいたいっていうとこから始まって、うん、まあちょっとずつこう大きくはしたいんでね、うんうん、いつかはその城陽市でフェスができたらとかっていう、うん、まあいろんなこう思いもでっかいこう企みはある中で、うん、まあその第一歩ということで、はい、今回まあ、お店で言うたらプレオープンみたいな感じですよね。そうですね、うん、まあ、どんな感じで音が出せて、うん、どんな感じにみんなに聞こえるのかとか、うんうん、まあ、あとは城陽市の方とかそのロゴスランドの方に、うん、俺たちはこういうライブやってますよっていうのを見せれるようなね、うん、まあ、機会ということなので、うん、まあ、規模で言ったらそんなに大きくはなく、そうですね、はい、で、うん、今回に限ってはちょっと、まあ、その場所がに限りがあったりもするので、はい、アコースティックはい、のバージョン、こちらでは DJ スタイルってことですよね。一応うちらは DJ、はい、という形で、はい、そうなんでアコースティックライブっていうのがメインでちょっとやらせてもらおうかなっていうのが今回3月19日の一発目のイベントになるんですけど、はい、まあでもゆくゆくはそれがバンドになったり、はい、ね、そのバンドになったり、まあ、のいろんな形でその場所を使ってみんなで面白いことができたらなっていう、うん、風になればいいかなっていう、多分ね最終的には全然バンドでもできるんすけど、うん、まあ、ちょっと今からいきなりやるのは多分準備の時間とかもあって無理やなってなったので、ね、うん、一旦とりあえずそのさっきも言ったプレオープンという形で、やれる今現状パッとやれることをとりあえずやってみましょうか、うん、いっぺんみたいな感じで、ね、まあ、城陽師とお話をさせていただきまして、うん、まあ、今回やらせていただくので、まあ、僕らは、一応あのダフの時もチラチラやった DJ スタイルという形でやらせてもらって、はい、うん、あと、アーティスト出ていただく方は今んとこはアコースティックで、ね、アコースティックでやってもらってっていうことですよね、はい、うん、まあ、まあちょっとね今もその時期的にもまだ寒いんですけど、うん、まあ、バーベキュー会場があったり、はい、まあ、結構ね公園大きい公園であったり、うん、そのロゴスさんなんかで言えば食べるところもあったり、うん、ホテルもあるので、うん、そうですね一応ね、そうなんでね、もうちょっと暖かい時期にももちろんやるんで、うん、そういう時期なんかではでそういうロゴスに泊まりつつバーベキューしつつみたいな、うん、まあ、いろんなこう企画も考えられそうな場所なので、うんうん、確かにね、ちょっと面白いというか続けていって広まっていけばいいかなっていう、うん、うん、とそういうところですよね、うん、うん、なんかいい感じになればいいんやけどね、まあそうですね、まあでも、うん、場所もいいし、なんかそのそれこそ、まあ、自分らだけでやると絶対にうまくいかないので、うん、やっぱり城陽師とか、まあ、いろんな人の協力を得てそのなんですかね、みんなで広げていくみたいなのが僕は一番、ね、そういうことをするっていうのが大事だと思うので、うん、うん、なのでそれをみんなで作っていければいいんじゃないかなと、それのまあ一番、まあね、こういう僕らは表屋に立つ職業をやらせてもらっているので、うん、まあ、表に立ってそういうことをなんか引っ張っていくとか先導していくみたいなことができたら僕らにとってもいいんじゃないかみたいな、そうですね、ですかね、まあ、地元も知ってもらえるし、美味しい店とかもね、なんか近場に多分行けそうなお店とかも、そうですね、今後ちょっとずつリストアップして、うんうん、
SNS とかでこう告知をしていこうかなと思うんですけど、はい、なんかそういうのもこうコラボして、うんね、イベント来る人はちょっと安くとか、そうですね、とんかつ1個多めにとかね、はい、いろいろそういうことぐらいならできそうなので、うん、そうなんか俺のその友達がいいっていうのがイチジクカレーっていうのがあるんだけど、あ、なんか言ってましたね。そう、それ食べてほしいねんな。俺食ったことないけど。俺もない。まず俺らが食いに行かなから。その徐陽市の特産物としてイチジクが結構有名らしくて、うん、そのイチジクを使ったカレー。うんうん、まあでもね、なんか俺それね、イチジクカレーなんかパッと分かりにくいですけど、うん、でもなんとなくだからそのあの蜂蜜を入れたりするやんカレーにってさ、うん、そういう感じで考えれば甘いものを入れるっていうのはコクが出るので、あ、全然多分ね、うん、味は間違いないと思います。うん、味は美味しいと思うんですけど、いかんせん食べたことがないので分かんないですけど。まあ、そう。いっぺん食べてみなあかんなと思ってる。そう。なんで。ね、できたらその、うん、何やろ、なんていうの、来てもらって、そうですね、このね、振る舞える時があればいいかなとも思うんですけど、まあ、今回そこまでちょっと時間がなかったので、うん、ほんまにこう手作り感のある3月19日は、うんね、ほんまにプレオープン状態ではありますが、うん、まあ、なんとなくその景色とかね、その常陽とかに、うん、常陽市に来ていただいて、うん、あ、こんな感じのところなんやなっていうのを知ってもらうだけでも多分面白い場所やと思うので、まあ、来たら多分テンション上がると思います。まあそうですね、走り回りたくなるような場所なので、うんうん、ロケーションはいいところですね、ね、はい、なんで3月19日、それも3月19日なんですよ。だから、うんね、ちょうどそのスタンドバイミーのリリースしようかなと思ってるぐらいと被っちゃうね、うんうん、ちょうどいい時期にこう2つあるんで、うん、告知事がちょっとこのタイミングで多くなっちゃいますが、うん、はいはい、まあ、一応今回はこの2点、はい、スタンドバイミー関連に関してと、ね、このロゴスランド3月19日の土曜日、うん、多分そう、まあ、これもね勝手に僕がその事務所の方に提出しただけなんで分かんないですけど、時間がね一応午前中と午後と、うん、やらせてもらおうかなっていう、はい、まあ、アコースティックでその出演者もそんなに多くないんで、うん、まあ2時間ぐらいですかね。イメージで言ったら10時から12時まで、うん、で1時間ぐらいちょっと時間空けて、まあ、1時から3時ぐらいまで、はいはい、まあ、っていうのもそこの駐車場代が2時間無料っていうことで、うん、一応2時間区切りにしちゃおうかなと思うんですけど、うん、まあ、1日止めてても500円ぐらいなんで、うん、まあ、全然それを気にしなくていいんですけどね、まあ、どっちでも一応まあ無料が好きなんかなと思って、そう、まあまあ、はい、入場無料ですね。そうですね、はい、多分いや入場無料ですいや分からない、取りそうやなとりあえずその日程以外は全部僕たちのこれ妄想です、はい、うん、まあそうですね、時間も一応10時からって僕は言うて一応出したんですけど、うん、概要こんな感じでどうですかっていうのは出したんですけど、うん、それが OK 出るかはまだ分かんないんで、うん、ちょうどこの裏で喋ってると思います、この、うん、今ちょうどやってくれてると信じてるんですけど、はいはい、なんで3月19日の土曜日っていうのだけ確定はしてますね、はいはい、それ以外は全部僕たちの妄想やと思って聞いていただけたらと思うんですけど、はい、なんでその2点、うん、スタンドバイミーが3月の半ばから後半に出るでしょう、うんうん、出したいっていうのと、はい、やりたい、ロゴスランドが3月19日にやりますっていうね、うん、はい、この2点を今回は告知ができればなと思って撮りました。はい、なんでこんな感じでいいんでしょうか、はい、いや、いいっすね、こんな感じで有名と思いますよ。あとなんか言いたいこと、思い残すことは、思い残すことがあるって思いことを言うんですか思い残したことじゃないですか、そうですね、思い残すであろうことを、うん、わざわざ言う、事前にやれよってなんかあってんな、いっぱい言わなあかんことがあって、まあ、そうですね、こういう時大体ありますからね。そう、終わってから大体あーって思ったり、そう、なんかこのプレートークちょっとね時間が空いたタイミングで、はい、いろいろ物事が進みすぎちゃって、まあそうですね、あれもこれもこれもって言ったらね、うんうんうん、こういうのはやっぱ頻繁にこうちょっとずつ告知出していけたらね、そうですね、こう分けられるんですけど、ね、そうまあまあまあ、いかんせんマンボウがマンボウなもんで、そうそう、だいぶマンボウやから、うん、あと言わなあかんことはね、言わなあかんこととか言えることが多分こんなもんなんかな、ね、妄想でもあと何点か多分ねちょっと言えないんでっていう告知もいろいろあるので、うん、まあ、それはそれでまたいろいろ決まれば発表しようかなと思うんですけど、はいはい、
な感じかな、はい、あとあれや、3月の終わり後半から4月ぐらいにかけて、はい、多分、うん、ライブでやれる新曲を増やすぞ撮影、ね、ああそうですよね、考えてます。曲なんか面白い曲がまたできてるので、はい、ね、面白い曲がある、時代を超えたような、まあまあそうですね、そう、はあ、また踊ってはっちゃけそうな、はい、楽しい曲もできつつ、はい、まあね、ライブはライブで並行して動きつつ、はい、制作は制作で並行して動きつつ、はい、ね、こういうライブとかこういうイベントごととかも、はい、全部が全部で、ね、同時進行にはなると思うんですけど、はい、まあ楽しいことしかやってないので、まあ、そうですね、うん、はい、楽しい曲、ね、自分たちがいいと思ってる曲しか出さないのでね、はい、その辺はもうね、こう今まで応援してくれてる人は信じてついてきてくれたらいいし、はい、ね、初めてなんかこういうので知る人らっていうのもぜひ興味を持ってもらえたらと、はい、はい、思っております。はい、うん、な感じでよろしいでしょうか、うん、今日はいいと思います。はい、なんでまあまた近々、はい、プレートークまた、はい、やると思うんですが、はい、今日はとりあえずこの辺ということで、はい、はい、締め方ってどんなして締めてたっけ、いつもあんまよく覚えてないです。覚えてないですか、はい、じゃあ締めましょう、はい、はい、ということで、はい、アンプレイアブルドラムの慎吾でした。ポッカル中村でした。慎吾とうやな、とうやな、この辺難しいよな、はい、この辺難しいよな、はい、アンプレイアブルドラムの慎吾と、はい、ポッカル中村でお届けしました。はい、ではまた今度、はい、はい、バイバイ。